スノーマン・メグロレン俺はいなくならないから。二人で頑張ろう主演連ドラ、海の始まり、11話のあらすじ公開人気グループ、スノーマンのメグロレンさん主演のフジテレビ系月曜9時枠の連続ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、月曜午後9時。夏は、娘の海と暮らすためにアパートの部屋を片付ける。手伝いに来ていた弟の大和が、困ったことあったら呼んでね、と声をかけるが、夏は、 二人で頑張る大和はその言葉に不安を覚える。一方、小学校のクラスでは海のお別れ会が開かれ、海は担任の乃木夏美、山谷かすみさんとクラスメートたちから拍手で見送られる。帰り際、夏美と2人になった海は、かつて亡き母水器、古川琴音さんが、自分のことを何か言っていたかと聞く。夏美はいつも、海ちゃんが一番待機って言ってたと伝え、 海はにっこりと笑う。日が変わり夏のアパートに海茜、大竹しのぶさん将兵李十号さんがやってくる「お邪魔します」と大きな声で上がる海に今日から「ただいまね」という将兵。